はい、お疲れ様です10月20日、ニュースが入りました、えー、米、えー、SEC リップル裁判で CEO らへの告発を棄却するということで、XRP への裁判を取り下げるということですね。つまりは XRP に対する訴訟がもうお手上げということでね、これから XRP は急騰していく流れになるんじゃないかなってことでございます。ツイッターでもね、こういうふうな文章が並んでます。SEC が降伏したと。和解ではなくて降伏したということですね。もうリップル社はこれから大手を振って、債券でも証券でもないので、暗号通貨としてやっていけるってことです、はい。早速急騰してますね。 え、XRP を仕込んだ方あ、まあ、ハッピーハッピーということでございますけども、今回はそんなにね、驚いた方が上がってないんですよね。70円台を堅持していて、これがですね、100円とか200円とかにボーンとなったら急騰なんですけども、まあ、はっきり言って数円ぐらいしか変わってないので、びっくりすることではないかなと。すでに価格上昇する部分は上昇しちゃってますんでね、多くの投資家さんの、まあ、考えてた通りになるんで、まあ、びっくりする人はあんまりいないのかなってとこです。 ところがですね、これからですよ。これから XRP について、えー、様々なプロジェクトが、うん、育っていくと思いますから、まあそうなった時にね、本格的に上がるんではないかなと思います。XRP がね、えー、また元通り200円とか400円とか、うん、一時期みたいな価格をつけるような気はしますけども、今のところはまだおとなしいかなといったことでございます。以降、また注目していきましょう。